む前、展示の中心には来た選手がいました、ルーキー。さあ宮城の立ち上がり、先頭バッター殿崎はスイングアウトの三振。ただその後ランナー2人背負うんです。2アウトランナー2塁1塁、バッター川越、外のスライダー、サードライナー、初回をなんとか0点に抑えました。さあ2回です、ランナー背負って山野辺、このショートの紅林と好プレー、まあここ宮城を助けましたね。そうですね、はい、これは大きいよ。そうですね、これと伏見のプレーね、はい。そして2回ランナーを置いてラベロが来日初打席でヒットを放します。さあこの人の戦力になれば大きいですかね。いや本当そうですね。ただその後紅林は今井のスライダーを引っ掛けてショートゴロ併殺打、今井も0点に抑えます。3回です、この辺りから宮城が乗ってきました。先頭山田三振、1番に帰って殿崎もチェンジアップ。4回です、ここは山川に対して内側攻めました。ツーアウトを取って川越も詰まらせてのショートゴロ。ここ3回4回と乗ってきましたもんね。そうですね、はい、コントロールよし、ボールの切れよしね。さあそして4回ランナー2塁3塁で紅林の打球はレフト後方、山野辺追いついたかのように見えたんですが落球、記録はエラー。ランナー2人がホームに帰ってきました。貴重な先制点、2点が入ります、バファローズ。さらに5回ワンアウトランナーなしで宗、今井のスライダーを捉えて打球は右中間、これが今シーズン第9号。この1点も大きかった。3点目が入ります。3回で、しかし6回の表宮城が先頭バッターブランドンにこの一撃。いやブランドンもしっかり捉えましたね、素晴らしいホームランです。右バッターがね、はい、タイミングは合うんですね。第4、1点返しました。まあ、6回その比嘉が投げて7回はこの吉田亮、山野辺三振、山田もサードゴロと、この7回を三者凡退に抑えました。これ大きいですよ、はい、これからあれですもんね、うん、7回は吉田っていうことで本当に安心して任せられるようなね、内容でした。8回はヒギンスがバウンドに上がってセットアッパー、ワンアウトランドブランドンショートゴロ、ルーネンティンもここはピッチャーゴロに抑えて三者凡退、8回を0点に抑えます。そして9回平野吉久マウンドに上がって先頭バッター山川がストレート捉えて第24号、あのフォークをファウルにしてその後まっすぐを捉えましたね。そうですね、はい、これで1点差、かなり状態ようになってますね、はい。ただ川越をスイングアウトの三振、杉もここはカーブで三振、ツーアウトを持ってきて山野辺もスイングアウト、その瞬間に一塁がダブルアウト。3対2バファローズが苦しいゲーム、1点差逃げ切っての勝利、ホーム最終戦を飾っています。